マータットの迷宮はまだ一番奥まで探索が終わってなくて、迷宮の主がどんな魔獣なのかも分かってないんだ。ラウスト、お前は追放だ。あいつは無能のラウストなのよ。治癒士のくせに使えるのは初級魔法のヒールだけ。究極の役立たずなのよ。僕には耐え難かった。痛いのも怖いのも死ぬのももちろん嫌だったけど、何より一人の冒険者として扱ってもらえないことが悲しかったのだ。お兄さん、私とパーティーを組みませんか？今なんて？僕はラウスト、治癒士だ。私の名前はナルセーナ、武闘家だよ。仲間なんです、同じパーティーの。私は治癒士よ。前衛なんかできるわけないでしょ。この戦いに勝つにはお前の力が必要だ。あのヒュドラは稲妻の剣が退治してる。戦えるかどうか見てわかんないの？この筋肉バカ。冒険者ギルドマータット支部の職員アマーストよ。今ラウストが来ていたようだが、まさか新しいパーティーを斡旋してやったんではないだろうな。手段は問わん、何としても追い出すのだ。長く冒険者をやってるからね、いろいろできるようになったんだよ。この町の人たちはどうしてあんなにもすごいお兄さんを無能って呼ぶんだろう。僕には新しい仲間ができたんだ。ようやく会えた。